大阪慶吉仮面の新日街を写真誌太陽がすっかり西に傾いて空の色が白く輝き始めたそろそろ店じまいの時刻である 向こうからむつまじげに話しながらやってくる若い男女へカメラを向けて最後のシャッターを切った牧太君はカメラの底から抜き取った注文カードを通り過ぎていくその2人連れへ手渡すと1つ大きく伸びをしてさてゆっくりと根拠地へ向かって歩き始めた牧太君は新米の街頭写真師である街頭写真師といえば もうご存知の読者も多いことと思う昨今大流行の東京名物の一つで銀座を中心として新橋、すき橋から京橋、日本橋にわたる大東京の中心地の歩道に立って胸に吊るした特殊の大型カメラで歩いてくる人々を片っ端からパチパチと写しては注文カードを手渡しているあの新職業である。 人々が何気なく手にするその注文カードには「ただいまあなたのお写真が撮れました」とてもよくはっきりと「発私たる今日のあなたのお姿を非常時局のご記念に故郷の父母へ戦地の友へ」といったようなことがフィルムの番号と一緒に書いてあって横の方に注文者の住所・氏名を記入する欄が取ってあり 裏を返せばそのまま郵便はがきでそれぞれの写真者の渡名が印刷されている希望者はそのカードに住所・氏名を記入して切手を貼って出せば23日のうちに8子たる自分の外情割烹写真が3枚しかも金1円なりで現品と引き換えで配達してもらえるのであるこれは全く現代人の趣向にぴったりかなった新職業だ昔風に 芝居のの割りじみた背景の前へ座って写してもらう写真よりは「海上割烹の八師たる姿をしかも知らぬ間に麦香に撮らしてもらう写真の方がどれだけ趣があるか知れない」という次第それかあらぬかまだ元祖が現れたから数年しかならぬというのに今では全市に100名近くの業者を数えるという前世で銀座辺りはほんの数丁歩く間に たちままち 4, 5人ににも出会うほど、ま、さに街頭スナップ時代その売り上げも大したもので月平均1件で最高1200円から800円前後もろん写真材料も5割高の登記で見た目ほどの儲けはないであろうがしかし仮に1日100人取って30人の注文者があったとしてもこれに焼き増し料を加えればどうしてなかなかバカにならない収入である。 今までバスへのあまり流行らない写真館でくすぶっていた牧田君がこの新職業に目をつけて断然意を決し店を畳んで銀座近くの格好なビルに一部屋借り受け東京発祥写真社というやかましい看板を掲げて新職業の仲間入りをしたのはまだふ月きばかり前のことであるが現像と配達に2人の若い助手を使って自分は街頭に飛び出した。 今までと打って変わった景気のよさに最初のうちの妙な照れくさい気持ちはたちまち吹き飛んで今ではすっかり張り切ってしまった写真好きで子供のない若いサイくんのつねこさんもじっとしていられなくなってかねえちょっとあなたもう少し儲かったら私にもカメラを買ってくださらない私も断然予想してあなたと同じように街頭に立ったみたいわ おお、そりゃ名案だね。若い女の街頭写真誌。ああ、こいつはきっと大当たりだよ。よし、君がその木ならもう一つ買うことにしよう。それまでにみっちり修行しとくことだね。夫婦共稼ぎの計画を立てようという大変な張り切り方である。もっとも牧田君のこうした張り切り方も、 商売繁盛という私益ばかりが原因をなしているのでは決してなくそこには全く純粋な国民的感激も大いに働いているのであった「こないだの写真を戦地へ送ったら喜ばれた」などと出征軍人の家族から礼状をもらったり「何よりの東京土産になりました」と九段の対面に上京した英霊の母からはるばる喜びの手紙をもらったりすると マキタ君しみじみと商売冥利を覚えて一段と完封するのだったそういえばこうした数々の尊いお客さんたちの中に混じって最近一人の美しい女性があるその名をマディ・ウェルハイムという三国同盟の我が名宝ドイツ生まれと称する若い金髪美人で同盟国の協力に女の身で何のお役にも立ちませんが せめて戦地の兵隊さんに慰問写真でもお送りして少しでも戦線のロークをお慰めして差し上げたい」というけなげな志でこのごろ盛んに牧田君のカメラにも収まってくれその都度必ず注文してくれるという関心な親善状であるがこれがまた素敵な美人ですらりとした背の高い体にいつもその都度色彩や形の変わった美しい服をつけて まるでロケーションの映画女優みたいな実に自然で素晴らしく豊富なスタイルを持ってまるで牧田君のカメラを吸い付けるようにうまく収まってくれるのであった勢い写真の出来栄えも上々で牧田君の芸術的良心を痛く満足させてくれているのであったがこれがまた戦地の慰問写真ともなり商売ともなってくれるのであってみれば実に一石三鳥の上徳意様で 君の感激を火のように煽るのも全く無理ない次第であったところが何ぞ計らんこの関心な金髪美人のおかげでこれから牧田君はとてつもない大事件に巻き込まれようとしているのであるから世の中というものは全くもって皮肉なものだそれはさておき 行く手にそのような大事件が待ち構えていようなぞとは神ならぬ身の知る由もない牧田君今日もすこぶるいい気持ちに店じまいをすると明日はちょっと貸しを変えてみるかななぞと考えながら夕暮れ時の歩道を木曳町の自宅東京発誌写真社へ向かって引き上げていくのだった金髪美人の消失 社長おかわりなさいお待ちしておりましたガラスにエナメル文字の扉を開けて牧田くんが東京発誓写真社へ入っていくと真っ先に出てきてこう声をかけたのは配達係の松山少年だった新職業では牧田くんも社長と呼ばれるのであるからなかなか居心地がいいあ,あただいま何かあったのかね待っていただなんて。 大事なカメラをテーブルの上へ置きながら牧田君が言うのへ松山少年は顔をしかめてええ実はそのとても妙なことが起きましてねなんだね妙なことってそれがその全くへんちくりんなことなんでして実は今日の午前中に例のマディさんのお写真が割に早くできたものですから 渋谷の方へ回るついでに赤坂のアパートへお届けしたんですけれどああマディ・ウェルハイム城だね城徳井様だするとおととい撮った写真だねそれでええところがマディさんどこかへ引っ越してしまっていないんです何引っ越したじゃあ移転先はそれがその アパートの事務所へも聞いてみたんですが何でも急に引っ越しすることになったとかで昨日荷物をまとめて移転先は後で知らせると言ったまま出てしまわれたんだそうですがね何でも部屋代なんぞもとても気前よく払う人でアパートとしては何も困ることなど残ってはいないらしいんですが私が写真の包みを持ったまま困ったような顔をしてちょっとの間ポツンと立っていると事務所のおばさんが もし急ぎの御用だったらマディさんのお勤め先へお尋ねしてごらんなさいって教えてくれたんですへえー、じゃあマディジョンはどこかへ勤めていた人なんだねええアパートのおばさんが教えてくれたところでは日本橋の○○ビルにある日読えー、っと四宿人の名簿から写させてもらってきましたそう言って松山少年は 手帳を広げながら。そうそうまるビル4号室の日読芸術協会というのへ勤めているんだそうですああなるほどそれで君その芸術協会というのへ行ったのええ昼から浅草方面へ配達に出たついでに寄ってみましたそれでマディ城に会えたのかいええ 会いました間違いなくマディー・ウェルハイム城に会いましたじゃあ何も妙なことはないじゃないかいや社長ところが私のお目にかかったそのマディー・ウェルハイム城というのは持っていった写真のマディー・ウェルハイム城とは似ても似つかぬ赤の他人のオールドミスなんですえな、な何だって 途端に牧田君は火をつけかけたまきたばこをポンと床の上へ取り落としてしまった慌ててそれを拾いながら傍らの椅子を引きずり寄せてどかりと腰を下ろすと「待ってくれたまえもう少しよく分かるように話してくれたまえ」ああつまりですねその日独芸術協会のマディ・ウェルハイム城というのは。 こう、鼻眼鏡をかけた上品な顔のでっぷりしたばあさんでして日本人の紳士たちと話をしていたようでしたが取り次ぎを受けて私の前へ出てくると私マディ・ウェルハイムですが何かご用ですかってニコニコしながら聞くんですびっくりしてしまったんですがでもやっとの思いで東京発し写真者のものですが ご注文のマディ・ウェルハイムさんのお写真をお届けに上がりましたというと、急にそのおばさんは顔をしかめながら、私、そんな写真を注文した覚えはありませんと言われるんです。でも、確かにこちらの教会のマディさんからご注文なんですが、それでは、 こちらにもう一人マディ・ウェルハイムとおっしゃる方がおいでになるんではないですかって聞いてみますと、そのおばあさんは急にキッとなって、鼻眼鏡越しに私の顔を見つめながら、日独芸術協会のマディ・ウェルハイムは私一人だけです。日本の文部省でお尋ねになっても、外務省でお尋ねになってもわかります。それに、 ただいま日本にお邪魔しているドイツ人の中でマディー・ウェルハイムという女は私一人だけのはずですもしそういう名前を名乗る女が他にあったならばそれは必ず偽物ですから注意してくださいとそう言って急に不快そうな顔をするとそのままドアを閉めてしまったんです仕方がないもんですからそのまま私は 写真を持って引き返してきたというわけなんです随分妙な話じゃありませんかおおなるほど妙ださっぱりわけがわからんおおいつの間にかマキタくんは拾ったまきたばこを握りつぶして腕を組むとしきりに呻吟し始めたまああなた何も妙なことはないじゃありません いつの間にか出てきた斎くんの常子さんである牧田くんと松山少年を当分に見比べるようにしながら興奮を押し隠した顔つきでそりゃあ私だってまっちゃんからその話を聞いた時には随分妙だと思ったけれどでも考えてみれば何でもないわきっとこの写真をよく写されるマディ城というのは偽物で全然別な名前を持った他の女が 善良なドイツ人の一人に化けて私たちやアパートの人たちの目をくらましていたんだわそれが急に何かの事情で姿を消してしまったのよ私あなたが帰るまではまっちゃんに絶対秘密にさせておいたんだけどこれは重大な問題だと思うわねえあなたこれからすぐに国民傍聴会なり警察なりへ出かけてこの怪事件を相談してみたらどう 私そうするのが一番いいと思うわそうわそです奥さんのおっしゃる通りですねえ社長少しでも怪しいと思ったらすぐに訴え出るのが国民の義務だと思いますおぉ<ー>と牧田君はもう一度うなったがやがて思い切ったように顔を上げるとよしじゃあ一つ すぐに傍聴会へ電話をかけて今頃からお邪魔しても差し支えないか聞いてみようなんだかひどくうわずった声でそう言った大発見こちらは丸の内発行ビルの国民傍聴会事務所である。 多くもない署員たちはもうほとんど帰ってしまって宿直の明志君と横川署長の女秘書吉子さんの2人が伝統の下で内閣発行の修法を読んでいる時々吉子さんの美しい眉根がピリピリと神経質に動く何か困ったことがある証拠だ果たして修法を伏せるとため息をつきながら本当に皮肉なものね。 先生のお留守の時に事件が起きるなんて全くですよと明志くんも顔を上げてしかし先生も先生ですね黙ってお出かけになるなんてもう2日になるじゃないですか一体どこへ行かれたんでしょういろいろとお忙しいお体ですもの無理もないんですけれどでもせめて行き先くらいはねこんな時に困ってしまう そうですよ。まあ、それにしても、一体また今の電話の、その、東京発信写真写とかいうのは、どんな事件が起き上がったというんでしょうね。なんでも声の調子ではだいぶ興奮していたようですから、大事件らしいわ。でもまあ、先生はお留守でも、私たちの力で立派に処理していかなければなりませんわ。そうです、そうです。二人が、 さっききからしきりに先生先生生と呼んでいるのは、言うまでもなくこの事務所の所長で国民傍聴会の会長である愛国青年探偵の横川定介氏のことだ青年探偵といってももう横川氏は30を5つ6つも越している全身は何をしていた人か誰も知らない警視庁の某要職に就いていた人だという噂もあればいや 退役の陸軍将校だといいう噂もありどれもあありりどれま当てにはならならしかしいずれにしても最近某方面と密接な連絡を取ってこの国民傍聴会を結成すると講演に著述に展覧会にあらゆる方法を通じて傍聴思想の普及に活躍する傍ら傍聴に関する一般の相談にも進んで応じれば時としては特殊の積極任務にも就こうという。 いわば官民一体の傍聴体制確立のため活動を続けている愛国探偵で最近八継ぎ早に23の大事件に関係してその会話を発揮して以来急に有名になってきた人物であるから読者の中にはすでにご存知の方もあろうと思うこの横川定介氏の指導する国民傍聴会というのは我が国唯一最大の民間傍聴機関であって何でも横川氏の熱弁に従えば 自身は傍聴会の単なる指導者に過ぎず決してこの重大な国防組織の主体ではない主体はあくまで会員であり会員とはすなわちその解明の示すごとく我々全日本の一億国民であるという従って各有筆者も読者もいながらにしてすでにその会員であり主体であろうという 実に頼もしき強力膨大な国民傍聴組織なのであるさてまずざっと紹介はこれくらいにしておいてところでこの所長の横川氏が昨日から無断外出したまままだ事務所へ帰ってこないのだよく外出する人で地方の上海や警防団在京軍人会等へ泊まり込みで公演に出かけることもしばしばあるがしかしそんな時でも 今度のように無断で外出することはまずない考えてみれば奇妙でもあり心配でもあるおまけにそこへ持ってきてまるで横川氏の留守を狙ったように東京発祀写真社というのから電話がかかってどうやら事件が持ち上がったらしい女秘書の菊子さんと署員の明志くんがいささか気を揉み始めたのも無理はない次第であった だが時間は待ってくれない。気をもんでいるうちにも時刻は過ぎ去りまもなく扉をトントンノックして東京発誓写真社の牧田君が配達係の松山少年を連れて入ってきたどうも遅くからお邪魔いたしましてすみません恐縮しながら言うのへいいえどういたしまして傍聴会の仕事には昼夜の区別はございませんから。 決して遠慮は要りませんですわとなかなかきっこ上合いそうがいい勧められた椅子に2人が腰を下ろすのを見届けると早速調子を改めてではご用件を承まりましょうと切り出したここで牧田君と松山少年が報告に及んだ一件というのはすでに読者もご存じのことであるから省略するとして 金髪美人の奇怪な消失に絡まる一通りの天末を熱心に聞いていたキッコさんは、マ田タ君の話が終わると早速弾んだ声で言った。まあ、本当によくお知らせくださいました。確かにその金髪美人の行動は怪しむべきですわ。ひょっとすると、その偽物のマディ城というのは大変な大物かもしれませんわ。とここでキッコさんは、 テーブルの向こうから乗り出すようにしながら同じように熱心に耳を傾けていた明志君とちらっと目を見交わしてちょうどただいま署長は不在中なんですけれどでも重大な事柄ですから早速にもその筋の方へ連絡してその海封人の調査にかからねばなりませんがでは一つニセマディで以上の写真というのを見せていただきましょうか承知しましたご参考になろうかと思いまして 今度の写真ばかりでなく、前に撮った写真もちょうど焼き増しがあったものですから、いろいろと持ってまいりました。牧田くんは松山少年の手から何枚かの偽マディー状の写真を受け取って、きっこさんの前へ差し出した。おや、なかなかの美人ですわね。でも、全然知らない顔ですわ。赤石さん、あなたはどう 一枚一枚見ながら明石くんの方へも回してやるうんこれはすてきなシャンだおうなかなか豊富なスタイルだね早くそちらのやつも回してくださいよああしかし僕は全然知らない顔だな外国人って顔を見ただけではドイツ人も英国人もイタリア人もアメリカ人も私たちには区別がつかないから。 こんな時には困りますわね。いや、いや。と、この時、明石く君が写真を見ながら突然叫んだ。こ、ここの後ろのところを、うちの先生によく似た人が歩いてくる。お、先生だ先生だ確かにうちの先生だ危機は迫る。 見ればなるほど明志くんの手にせる写真には正面をさっそうと歩いてくるニセマディ城の後方1 0ルばかりのところを23人の通行人の間に紛れそうになりながら端の方を向いてふらふら歩いてくる一人の立派な紳士が写っているがよく見ればその横顔は紛れもない傍聴会会長横川帝介氏だあら と、今度はきっこさんが叫んだ。ちょっとこちらの写真にも先生が写っていますわ。何？そっちにも？どれどれ？おー、先生だ。確かに先生だ。今度はどこかのショーウィンドウを覗いている。なるほど。明石くんの言う通り、もう1枚の別の写真にも。 同じように横川氏が偽マディ城の後ろの方でどこか大きな店のショーウィンドウを覗いている牧田君もじっとしていられなくなって二人の間へ割り込んだどれどれどの方ですかああこの方ですかこの方が横川先生ですかああ待ってくださいよひょっとすると 牧田君は急に慌てた手つきになって他の写真をさばき出したがあやっぱりこちらの写真にも写っています数寄屋橋を渡っていられますおやこっちにも写ってるこれはちょっと分かりづらいですがでもこの柳の街路樹のそばを歩いていられるのは横川先生でしょたちまち会写真は2枚いまして 牧田君が持ってきた5通りのニセマディ城の街頭写真のうち4枚までにどうやら横川氏が写っていようという世にも奇妙な出来事が持ち上がってしまった無論こうなるとあと1枚のやつにも写っていたかもしれないがしかし何分その1枚には通行人も多く分けてもニセマディ城がずっと大きく写っているため残念ながら目には見えないが ここんななとは4枚だけでも結構不思議な出来事である。それにしても街灯をかっ歩するニセマ D 城の後方で横を向いたりショーウィンドウを覗いたり橋を渡ったり柳の木陰を歩いたりして一体横川氏は何をしていたというのであろう4人の人たちはしばしばあっけに取られて黙ってしまうとお互いの顔を探るように眺め合っていたが やがてキッコさんが大きな瞳を急にキラリと輝かすと手をポンと打ったあわ分かったわ分かったすっかり分かってくるわねえ明石さん先生はきっとこのニセマディージョンを私たちには内密で怪しいと睨みずっと前から尾行していられたんだわこれらの写真が撮られる頃から尾行を続けていられたんだわだからこんなに どの写真にも先生うっかり写されてしまっているんだわねえきっとそうだわおおなるほどねそういえばこの頃の先生の外出は少し激しすぎたねそうだきっとあなたの言うとおりこの女を監視していられたんだねそうよそれに違いないわそれからまだあるのよ それから先生はこの女を尾行しているうちにとうとう相手に感づかれてしまったのよきっとこのニセマディ城はおとといの晩か昨日の朝あたり何気なく自分の今まで撮ってもらった写真を見ているうちに私たちと同じようにふと妙な男が横川先生が自分の後をつけているのを発見してびっくりしたのだわ無論 <laughs> 先生が尾行するほどの女ですものニセマディ城 常に傷持つセモ者に違いないわ。それで慌てて、これは大変とばかり、まだ注文したばかりの最後の写真は受け取りもせずに、昨日早々、写真屋さんの言われたようにアパートを引っ越してしまったというわけよ。うまい。素敵な推理だ。黙ってらっしゃい。まだ後があるのよ。これからが大変だわ。ところで、その身辺に危険を感じたニセマディージョンは、 昨日アパートの引っ越しをする前か後で仲間なもの者に事情を打ち明けてその力を借りうまくつけられているようなふりをして先生を欺きどこかへ連れ出して先生を逮捕しどこかへ監禁してしまったのかそれとも先生の方でそのニセマディ城が高飛びでもしようとするのを追ってどこか遠方へいらっしゃったのじゃないかしらだからあれほど物語先生が 私たちには何の頼りもなくおとといから姿をお見せにならないんだわそれに違いないわおおすてきだ実に素晴らしい名推理だ菊子城がこれほどまでにいい腕を持っていたとはわしは今まで知らなんだあ、あ実にすてきだ何がすてきですつまらん関心をしている場合じゃなくっよどっちにしても先生の身辺に何か起こっているのよ せいかしかの境だわこのサインゲラゲラしていたら柔道五段の明石哲平男が滴るんじゃありませんかさあこれからすぐにも警視庁へ連絡しなくっちゃと言いかけて傍らの牧田君に気がつきあそうそう写真屋さんあなたは重大な参考人ですからお気の毒でも私たちとしばらく行動を共にしてくださらない あ、ああこ、こうなったからには、そりゃ私たちでも、で、できるだけのことはいたしますが。と、牧田くんがしどろもどろで答えれば、早くも勇み立った松山少年、元気な声で。私も、ぜひお仲間に入れていただきます。張り切ってしまった。NA 海外広告者。 警視庁と国民傍聴会との連絡ができて評議の末吉庫城の第一の推理に基づきまず活発な捜査の手が監禁されたと推定される横川氏の身辺へ向けて檻から吹けゆく大東京の夜影の中に着々伸ばされ始めたのはそれから間もなくのことであった捜査は科学的に敏速に極秘裏に進められまず全市の運送点が調べられて 早くも赤坂のアパートから海婦人の荷物を運び出したオート三輪車の運転手が顔色を変えながら警視庁へ出頭したのが午後の10時次いでその運転手の供述によって海婦人の移転先が日比谷××ビルの5階にある NA 海外広告車と判明したのが10時10分過ぎこの NA 海外広告車というのは日本商品や 観光地の海外向け宣伝広告の一切を取り扱う広告者で、丸黒人の経営にかかり、全国主要都市に数か所の出張所を持って、なかなか盛んに活躍している店であるが、この店内に現在、九段の海婦人をはじめとする4、5人の海外人が、なりを潜めて立てこもっているのを探知し、直ちにバツバツビルを中心として、水も漏らさぬ私服の包囲陣の敷かれたのが11時20分。 この包囲人は、直ちに海外人の一味を逮捕するのが目的ではなく、どうやら横川氏は別のところに監禁されているらしいので、その監禁場所とこの NA 海外広告者との間に何らかの連絡がつくのをつかもうための婦人であるから、相手への無用有害な刺激を避けるべく、あくまで冷静極秘に監視を続けられたが、果たせるかなバツバツビルの裏口から、 どうやら監禁所へ見張りの交代にでも行くらしい一人の怪人物が現れ直ちに明石鉄平をはじめとするひょうのような日本警察の精兵が3人包囲陣を離れて怪人物の尾行を始めたのが明けて午前の4時30分後ろに紐がついていようとも知らぬげな怪人物の跡を追って電信柱も痩せそうな夜明け前の国間の街を散々うろつき回った挙句 築地明石町貯誕場の近くのとある倉庫の前にたどり着いたのが5時10分直ちに新旧交代の2人の見張りを締め上げて倉庫の扉をぶち開き時代劇みたいに猿靴をかまれたままグーグー寝ている横川氏の戒めを解いて章をつけたのが5時20分もうすっかり夜明けが迫って隅田川には早くもポンポン蒸気が騒ぎ回っていた こうしてついに捜査開始以来近々10時間足らずのうちに見事横川氏の救出は成功したのであったいやどうもありがとう実はちょうど逃げ出す方法を考えていたところでねでもこんなに早く助かろうとは思わなかったよと横川氏なかなか負け惜しみを言うがすぐに真面目になって傍らの若志君へ いやーどうも、今度ばかりは大失敗だったよ。相手を女だと思ってつい油断したのがいけなかったんだ。ところで、問題は日比谷××ビルの NA 海外広告社というのにあるんだがね。それ、わかってるかねええ。もう昨夜から貼ってあります。そうか。それは上出来だった。皆さん、ご苦労さんでした。 あいつらはとんでもないスパイなんですよもうすっかり調べ上げてあるんですが途中で私がこんなヘマをやったものですからやつらもう逃げ自宅ですそうだこうしてはいられないこれからすぐに課長さんに会って踏み込んでもらおうおっとこの2人はこのまま私の代わりに倉庫へ投げ込んでおいてそれからすみませんがどなたか警察の方に1人見張りに残っていただきましょう そう言って横川氏は警官を1人残すともうすっかりピンピンした元気さで歩き出し小田原町の辺りでタクシーを拾うと一路日比谷へ向かってまっすぐ失踪し始めたそれから間もなくのこと警視庁から全国主要都市に警電が飛んで NA 海外広告者の数か所に及ぶ出張所取り押さえの指令が発せられると同時に 一例の日比谷の包囲陣はがぜんじりじりと縮められて横川氏明石くんを先頭とする人々はバツバツビルめがけて稲子のように飛びかかっていったちょうどこの時5階の NA 海外広告者からは見張りの交代の帰らぬのに早くも気配を察してか大きなトランクを掲げた主会らしい大男が例の金髪美人を従えて まるで旅行にでも出るようなとぼけた顔をして出てきたが階段からエレベーターからヤモリのように這い上がる主直の影を認めるとたちまち形相を変えて仲間を呼び床を蹴って屋上へ逃げ上がったタンターン狙いの狂ったピストルが校舎機関銃のように朝の空に舞い上がって日比谷の一角に時ならぬ嵐が道行く人々を驚かした。 が、すぐに静かになってしまった爆撃用立体地図やれやれ案外手数がかかりましたねでももうこれで片付いたわけですじゃあ早速一つ NA 海外広告者の正体をお目にかけましょう。 一網打尽にされたスパイ一味が警視庁へ護送されていってしまうと現場の広告者に残った横川氏はこう言って警視庁の○○氏や傍聴会の連中それから写真師の牧田君らを前にして例の主会から取り上げた大きなトランクを開きにかかったあの大男は今度の一味の主会でマック・ホルステッドといいこの広告者の社長で王国人なんですがね いや大変な代物ですよそれからあの金髪美人は何でもさっきキックくんの話では日独芸術界のマディー城と名乗っていたそうですが無論これは真っ赤な嘘で本名はサリー・ウエンドバーというホルステッドと同じ王国人のあばずれでどうやらあの男の愛人といった代物です。 私がこの NA 海外広告者に目をつけ始めたのは元はといえばそのサリー姉さんからでしてね。というのはこの前私が関西方面へ公園に出た折にサリーがホルステッドとムツマチゲに手をつなぎながら観光客みたいに装って某要塞地帯をうろつき回っているのを見つけたからですよ。それ以来私は この連中のひそかな監視を始めたんですがするといよいよ挙動が怪しいおっとこのトランクの乗前はなかなか頑固だねえ明石くん君あげてみてくれトランクを明石くんに任せておいて今度は横川氏、写真師の牧田くんの方へ向き直った時に写真屋さんあなたは 例のその写真というのを持ってきたでしょうねそうそうそいつを一つ見せてくださいなんしろこの街頭写真のおかげで縛られたり助けられたりしたんですから私にとっちゃ懐かしい写真ですよ言いながら例の数枚のニセ・マディージョことサリー・ウェンドバーの街頭写真を受け取ると その一枚一枚に鋭い視線を配ってから一同の方へ差し出し誤張を改めてやっぱり映っている皆さんこの写真を見てくださいこれを見ればサリー城の不審な挙動というのもわかりますあなた方はこの写真の中に私が映っていることはもうご存知でしょうが実はもう一つ もっと重大なものの姿が映っていることを見逃していますよ。えわかりませんかよく見てください。背景ですよ。バックですよ。ほら、どうですここに映っているのは〇〇銀行でしょそれからこちらに映っているのは明らかに〇〇新聞社でしょそれからこいつは 商船のバツバツ町ガードと三角三角角劇場。こっちのやつは半角ですがよくこの建物の特徴を見ればまるまる百貨店に違いありませんいやこういっただけでは何のことか分かりませんでしょうね手っ取り早く言えばサリー嬢は自分の姿を写してもらうためにいろいろとおめかしをしたりして写真屋さん あなたの前へ現れたのではなくて、そんなおめかしやスタイルは、この重要建築物の背景を得るための、あなたのカメラを吸い寄せようとする巧みな技巧に過ぎないんです。つまり、サリー城の目的は、戦線遺問写真なんて真っ赤な嘘で、自分の姿よりも、この背景が欲しかったんです。 無論あなたばかりでなく他の街頭写真屋さんにも同じ手を使って写してもらい東京の中心地の主だった建物の写真をどんどん集めていたんです無論地方の海岸や要塞地帯やそれから東京市内でも看護街だとか工場地帯だとかいうような比較的人通りの少ないところでは自分のカメラでこっそりパチパチとやっていたんですが 銀座や日本橋のような人通りの激しいところではまさかこの時節に写真を写すわけにはいきませんからねそれで何も知らない街頭写真屋さんをうまく利用したというわけなんですもちろんあなた方写真屋さんたちにしても立派な傍聴国民で心得がなかったわけではないんでしょうが 何分サリーが巧みに親善嬢に化け込んですらりとしたスタイルでうまく写真屋さんを誘い込んだものだからついうっかりこんな結果になってしまったんです言うまでもなくこれらの写真は空襲時の参考にするのですが館長や工場等ならいざ知らずこんな銀座や日本橋の建物などは心配するに及ぶまいと あるいは思われるかもしれませんがそれは大変な間違いですドイツのロンドン空襲をご覧なさい艦長や工場ばかりでなくピカデリーサーカスなどの繁華街のめぼしい建物に片っ端から筆中弾を浴びせて市民を極度の恐怖に駆り立て15の思想をかく乱して戦闘意識をそぎ取ろうとしているではありませんか危険です 実に危険です。建物の全体が映らなくても、一部分の特徴だけでもつかめれば、もうそれで十分空襲の目標にはなるんです。あ、トランクが開いたかねどれどれああ、やっぱりあるある。これだ。皆さん、これを見てください。これが、 この NA 海外広告者のスパイ一味が長い間かかって新聞雑誌から切り抜いたり、商売上集まってくる観光地の広告から抜いたり、今話したように自分たちでパチパチやったりしてあらゆる方法で集めた全日本の地形や建物の写真を利用して作り上げた恐るべき爆撃用立体地図なんです。 見れば見るほどあっけに取られた人々の前へ横川氏が取り出したのは重要都市をはじめ何十枚という大きな全国の文献地図でその地図面の上には至る所に数字番号や奇妙な符号がいっぱいに記入してあり裏を返せばなんとそこには無数の複製された地形や建物の小さな写真が。 地図面に記入してあったと同じ番号や符号の順序に整然と並べて印刷されてあるではないか青くなった牧田君へ横川氏が言った写真屋さんまあそんなに心配しなくてもいいですよなるほど今度の事件ではあなたの写真はうっかりスパイに利用されるところでしたがまたそのおかげで私が助けられ こうして恐るべき悪魔の地図を取り押さえることができたんですからね。ただ今後は十分注意してください。いや私はあなた方写真屋さんだけに言うのではありませんよ。むしろそれよりも全国に何十万といるアマチュアカメラマンに向かって声を大きくして叫びたいのです。空襲の時、 飛行機に乗って初めて我が国へ飛んでくる敵兵にとってはどんなにつまらぬ写真でも実に貴重な道しるべとなり目標となるのですから我々はお互いに法律の範囲の遺憾にかかわらず全て屋外撮影は遠慮しなければなりませんのです牧田君はすっかり青くなって家へ帰ると。 サイ君のつね子さんに一切を話した後で、こう付け加えた。あ、それから、君にもカメラを一つ買うって約束だったが、もうあれ予想や。高い金を払って、こんな丸国製のレンズのついた機械なんか買うなんて、悔しくて悔しくてできないよ。それよりか、そのお金で国債を買おう。ね。国債を。